リバプールととととといいいえばインングララドがががが誇るるるる超名名門クラブししててて前を挙げられることが多でですす黄金期と比べると最近は不審に陥ってしまっまのが現状ですどうも、引きこもりだけど、いつかはプレミアリーグを見に行ってみたい補欠カラスです。今回は、最近、リバプールの成績が下がっている理由を紹介していきます。補強の動き22、22-23シーズン開幕前、夏の移籍市場で、リバプールにとって一番のニュースになったのが、これまでチームの攻撃を支えてきたサディオ・マネ選手の放出でした。マネ選手は16、16-17シーズンにリバプールへ加入 入して以降毎シーズンリーグ戦で2桁得点を記録していてモハメド・サラー選手、ロベルト・フィルミーノ選手との3トップは世界でも屈指の破壊力を誇っていましたまたマネ選手は攻撃だけでなく守備にも献身的に戻ってくれる選手だったので逆サイドでどちらかといえば守備をする方ではないサラー選手の負担を軽減していたのですしかしリバプールはそんなマネ選手を世代交代の意味合いも含めて放出することを決断しバイエル・ミュンヘンへ移籍することになりましたそこで注目されたのは絶対的な存在だったマネ 選手ににわるるフォワードに誰を補強するかという部分でしたそして、リバプールは様々な候補の中から、昨シーズンチャンピオンズリーグのグループステージで対戦し、リバプールから点を決めていた、ペンフィカのウルグアイ代表フォワード、ダルビン・ヌニス選手を獲得しました。ヌニス選手は、プレミアリーグの経験もない23歳の若手でしたが、リバプールは移籍金7500万ユーロ、プラスボーナス2500万ユーロで、合計1億ユーロ、約140億円という大金をつぎ込みました。もちろん、マネ選手が抜けても、チームにはディオゴ・ジョタ選手、 ルイスディアス選手、サラー選手、フィルミーノ選手と計算できる攻撃陣が揃っていたため、若いヌニス選手の補強に動いたのかもしれませんが、マネ選手の抜けた穴は想像以上に大きなものでした。そして、マネ選手の代役として開幕から注目されたヌニス選手ですが、初先発を果たしたプレミアリーグ第2節のクリスタルパレス戦では、相手の挑発に乗ってしまい、一発レッドをもらってしまいます。さらに何度も訪れるゴールチャンスをことごとく外してしまい、遺跡1年目ということもあり、クロップ監督のサッカーにもなかなかフィットすることができ。 ませんでした。プレミアで遺跡金が高額でシュートを外しすぎるとルカク選手の名前にもじられるのが定番になっていてヌニエス選手はヌカクと呼ばれるようになりました。そしてヌニエス選手はスペイン語が分かるものの英語が理解できないため2022年10月のインタビューでは僕たちはあまり話をしていない。僕は英語が分からないし彼はスペイン語が分からない。クロップが話をするとき通訳がいる。彼らは僕の横に座り僕がやるべきことを説明する。彼らの説明がなければ僕は何のアイディアも持たずにピッチに立つことになる」と話していて英語 理理解解ででででききなないいいこことととと試合中ののアドバイスがほとんどてした言葉の壁っってやっぱり結構大きいんですねただ、ヌネス選手は、ここ最近、ようやく調子を上げてきていて、スケールの大きさを感じるヌネス選手の活躍は、今後重要になってくるでしょう。マネ選手の抜けた穴は大きいものの、リバプールの前線は、ビッグクラブらしいメンバーが揃っていますが、他のクラブと比べても、弱点なのが中盤です。昨シーズンまでは、基本的に中盤3枚のアンカーに、カビーニョ選手、前の2枚に、キャプテンのジョーダン・ヘンダーソン選手、 アルカンタラ選手が入り、それぞれ別の特徴を持っていて、素晴らしいバランスを保っていました。しかし、控えは、怪我が多いナビ・ケイタ選手、チェンバレン選手、ベテランのジェイムズ・ミルナー選手、若手のハービー・エリオット選手、カーティス・ジョーンズ選手と、選手の数は多いものの、レギュラー組とは少し差を感じてしまうメンバーでした。それでもクラブとしては、スタメンの3枚に信頼を置いていたのか、開幕前の移籍史上では、即戦力となるミッドフィルダーを補強することはありませんでした。しかし、シーズンが開幕してみると、思いもよらぬがさんが生まれることになり 絶対的なレギュラーとして期待されていたファビーニョ選手、ヘンダーソン選手がこれまで数シーズンにわたり過密日程を戦ってきた金属疲労からか本来の実力を全く発揮できないという事態に陥ってしまいますそのためワールドクラスの実力を中盤で発揮してくれるのがシアゴ選手のみとなってしまいリバプールの戦いを攻守両面に支える中盤が一気にウィークポイントとなってしまったのですそこでサポーターはさすがに冬の移籍史上で即戦力のミッドフィルダーを1人補強するだろうと期待していましたしかしリバプールは怪我に 人が続出ししししてていたたた前線のののの穴埋めとフフォワードのコーードドコディ・ィポ選手を補補強強みででミッルダはありませんでしたこのクラブの動きには、リバプール OB でレジェンドのジェイミー・キャラガーさんも、リバプールの中盤はどうしてしまったのだろう。彼らが4年半で獲得した中盤の選手はチアゴくらいだ。この事実が今の彼らを苦しめている。ハーヴェイ・エリオットやファビオ・カルバーリョは素晴らしい技術を持つ選手だが、ユリゲン・クロップにあった選手とは思えない。ファビーには年を取り、ジョーダン・ヘンダーソンには昔のようなエネルギーが感じられない。それはジェームズ・ミル と主力選手の衰えを指摘していました。その上でキャラガーさんは、クラブの移籍委員会やクロップは世界のフットボールクラブのどのスカウティング部門や強化部門より称賛されてきた。しかし今のこの状態の責任は彼らにある。昨シーズン4つのハノフィーを争っていたチームが4年間で中盤を1人しか獲得せずトップ4争いに巻き込まれた。どうしてこんなことが許されるのだろうか。そして彼らは前線のコーディ・ガクポと契約したのだ。リバプールがこの冬の移籍市場で中盤の選手と契約しなくてもトップ4入りを果たせると思っているのなら。 と、冬の遺跡市場での動きを痛烈に批判していました。このように、これまでは、ファンダイク選手やアリソン選手、サラー選手など、的確に補強を行い、チーム強化を図ってきたリバプールですが、今シーズンの動きは弱体化を招いていると言ってもしょうがないという意見が聞こえてきます。怪我人の多さ、ここまで紹介してきた補強ミスも、チームが低迷している原因としてありますが、今シーズン、最も誤算となっているのが、怪我人の多さです。今シーズン、ここまで怪我での離脱を経験していないのが、アリソン選手、アレクサンダー・アーノルド選手、 ビー,ニョ選ー選選手手サラのみとなっていますシーズン終了後ならまだ納得できる人数ですがまだ3月の時点でこの状態というのが何とも不運ですねその中でも特に怪我人が同時に出てしまったのが前線ですまず10月上旬に左サイドで絶大な存在感を発揮していたディアス選手が膝の怪我で長期離脱になってしまうとジョタ選手も10月中旬にふくらはぎを痛めてしまい一気に主力選手2人が抜けてしまいますそれでもディアス選手はカタールワールドカップ明けに復帰できると言われていましたが12月上旬に 新たなな膝の怪我が発覚してて手術を受けることとなり未だに復帰できていませんさらに、ガクポ選手も緊急補強することになったのも、カタールワールドカップ前までは好調をキープしていたフィルミーの選手がワールドカップ明けからしばらく負傷が続いてしまったことも影響していました。そして、前線が怪我人続出となっていた中でも、エースのサラー選手が例年通りの得点力を見せてくれれば、ここまで低迷しなかったはずですが、サラー選手も今シーズンは苦しいシーズンを過ごしています。元スペイン代表でリバプールでもプレーしたホセ、エンリ さんはサラー選手の主張について彼はフィジカルが強すぎるしスピードが少し落ちているのがわかるヌニスやルイス・ディアスのような完璧な体型を持つ選手を見るべきだ今の彼は1対1の場面で相手に勝つ能力を失っているとフィジカルを強化しすぎた結果本来の武器であるスピードが失われていると指摘していましたこのような意見がある一方で皆さんは今シーズンのサラー選手のプレーを見て何か感じるものがあったらコメント欄で教えてくださいこうして前線だけでもこれだけの怪我人が出ている中で中盤でも変わるガわる選手が怪我で離脱して 特に先ほども紹介したように唯一違いを作れるチアゴ選手に怪我が多くすでに今シーズンここまで公式戦10試合以上離脱している状況ですチアゴ選手に怪我という概念がなかったらどうなっていたのかも気になりますけどねまた前線と同じく怪我人が続出してしまっているのがセンターバックでリバプールにはファンダイク選手マティプ選手ゴメス選手コナテ選手と4人のレギュラー格が在籍していますしかしマティプ選手ゴメス選手コナテ選手は怪我が多くファンダイク選手も年明けから怪我で3試合を離脱してしまいます その間チームは2敗1分けと苦ししんでいましたこのように、今シーズンのリバプールは、分厚い選手層を誇っているものの、想像以上に怪我人が多く、その影響を大きく受けてしまっているのです。クロップ監督の戦術、アーノルドの守備。ここまでを見てみると、クラブの補強、そして怪我人の多さが、リバプールの成績不振の大きな要因と思う人も多いはずです。しかし、今シーズンは、これまでリバプールを、熱いパッションと徹底された戦術で強化してきたクロップ監督の采配。戦術にも、少し問題があるのかもしれません。クロップ監督は、リバプ ルーの監督に就任してからほとんど4-3-3のフォーメーメションを採用していてていいいーゲンプレスという前線かからの激しししし守備をチームに浸透させてきましたしかしながら今シーズンは、ほとんどの試合で前線からのプレスがハマる場面が見られることがなく、相手のビルドアップを簡単に許してしまっている印象があります。さらにクロップ監督は、これまでディフェンスラインをかなり高めに設定してきましたが、そのハイラインをプレミアリーグの各クラブから研究されてしまったのが、今シーズンは裏抜けを簡単に許してゴールを奪われる場面が何度も見られています。そんなディ ディフェンスラインの中でも特に今シーズン酷評されているのが右サイドバックを務めるアーノルド選手です。サイドバックの選手として、攻撃力はワールドクラスの実力を持つアーノルド選手ですが、1対1の対応やクロスに対する対応など、守備面での脆さが今シーズンはより目立っているのです。元フランス代表のフランクルブーフさんは、私は彼のことを選手として、特にオフェンス面のクオリティが大好きだ。しかし、ディフェンス面に関して言えば、彼はチャンピオンシップレベルだね。クロップのシステムだけが彼にとってうまく機能している。ただが今シーズンのようにう。 をしていなければ、ディフェンス面の欠点ばかりが目につくと指摘していました。さらに、元イングランド代表のジェイミー。小原さんは相手チームはアーノルドを狙えると分かっていて、ボールを奪うたびに彼を狙っている。もし、私が今エヴァプールと試合をしているとしたら、監督はまず左からボールを出せと言うだろうね。アーノルドの守備力はイングランド3部レベルだから、そこで1対1をやらせるんだ。攻撃はチャンピオンズリーグレベルだけどね。と話していて、2人ともアーノルド選手の攻撃面は称えながらも守備面は酷評していました。ブライトンと対戦した時にも日本。 ミトマ選手に手を焼いていた場面を見たという人も多いのではないでしょうかそれでもアーノルド選手の攻撃力は一瞬で試合を変える力を持っているのでなんとか守備力を磨いていってほしいところですね解説者クロップ監督が語るリバプール不調の原因今シーズンのリバプールの不調については様々な解説者がその原因を語っていますまずリバプールは第11節で強豪マンチェスターシティに勝利しながら第13節に格下のノッティンガムフォレストに敗れていましたこの時リバプールでもプレーした元イングランド代表グレン・ジョンソン リバプールにとって、フォレスト戦は勝利が約束されていると思った時期もあっただろう。マンチェスターシティのような強豪を倒し、フォレストに負けるなんてことは起こり得なかったはずだからね。だから、問題の多くはメンタリティと集中力にあるのかもしれない。本来なら自分たちが作った勢いを維持するのは簡単だったはずだが、何らかの理由で隠した相手に苦戦している。リバプールは、近年成功を収めてきた後の二日酔いだけでなく、何人かのスターを失ったことで、自分たちに設定した基準の維持が難しくなったのだろう。そして残念ながら、少子を落として いる選手も何人かいるようだと、選手個々のメンタルや集中力が欠けているのが不調の原因なのではないかと語っていました。また、第20節のブライトン戦に0対3と大敗した後には、元アイルランド代表のマーク・ローレンソンさんが、ブライトン戦後に、クロップは強い口調で過去最悪の結果、最悪のパフォーマンスだと言った。ただ、我々は彼らが今季ずっと苦戦しているのを知っており、その原因が何であるかもわかっている。そう、中盤だ。と、中盤のクオリティ不足について指摘していました。さらに、考えてみれば、彼らの両サイドバック と話していてリバプールの攻撃の要でもある両サイドバックを中盤がサポートできていないことで攻撃にも影響が出ていると指摘していましたそしてクロップ監督自身はシーズン開幕前のプレシーズンに問題があったとも語っていますクロップ監督は7月に行ったアジアツアーについてアジアが良くないからというわけではないがプレシーズンの3周目に でも、それは我々の手には負えないんだ。直接的に苦戦の理由になったとは思わないが、もっと違うやり方をした方が良かっただろう。こういうことから学ぶんだ。と、昨シーズン公式戦63試合を戦いながら、開幕前のアジアツアーが選手たちのコンディションに影響しているような見解を話していました。クロップ監督の解任論について、このように、リバプールのクロップ政権の中でも、今シーズンは最も苦しんでいるかと思われますが、こうした状況で、どうしてもメディアによっては、クロップ監督の解任論が報じられています。しかし、リバプール OB の キャラガーさんはユルゲンクロップを変える前にあのフットボールクラブにいる他の全員を変えたい彼が来た当初のリバプールはリーグで6位か7位だったそれからのここ数年でリバプールの地位が確立されたが彼がやれると証明したことなんだ再びそれを成し遂げるのを見たいしやってくれるはず監督交代の話をするならリバプールにどんな監督がやってこようと立て直しが必要だと話していました確かに歯車が噛み合っていないようにも思えるのでまずは監督よりも選手たちに変化をもたらすのが必要かもしれませんねまた同じくリバプール o、B B のディートマーハマーさんは彼らが昨シーズン達成したことは信じられないことで二度と繰り返されない可能性があるがそのために基準を非常に高く設定したチームがサイクルの終わりに近づくとある段階で脱落するのは普通のことだと思うだから彼は強いプレッシャーを感じていると思う近年の彼の功績を理由にクラブが彼を解任するとは思わないとクロップ監督を擁護する意見を述べていましたそして苦しい時期を送っているクロップ監督本人も自身の解任論が出ていることについてそう思われるのも理解できるよだが私は出ていかない だだだろうううしししししし出ていい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 けなななと思ああまりにももも大きな責任があるんだそれを背負いたたい度整理したい難しい時期だし楽しいものじゃないよでも、困難な時期にこのクラブが特別であることを示すことができたならば、また素晴らしい時間を過ごせるようになると思っている。我々は全てを信じている。一緒に乗り越えていかなければならない。と、辞任はせず、チームを再構築して乗り越えていきたいと意欲を語っていました。今後、リバプールが復活するためには、今シーズンは完全に優勝争いからは脱落してしまい、チャンピオンズリーグの出場権を確保することが、リバプールにと 最優先になっていますその中ですでにディアス選手、シアゴ選手を除いてほとんどのメンバーが怪我から戻ってきていて徐々に選手のオプションが増えてきたことで調子は上向きになっていますなのでここからシーズン終了までいかに怪我人を出さずに戦っていけるかが要因以内を目指す上で重要になってくるはずですそして来シーズンに向けては新戦力の補強が必要なのは間違いないと思われます補強については先日クロップ監督も私たちは移籍ビジネスを行う言うまでもなく100%この夏に変化を加える必要がある と、次の移籍市場では動く意思を見せていました。さらに、クロップ監督は。と、フロントと補強についての話し合いを行っていることも明かしていました。そんなリバプールで補強の噂に上がっているのは、ドルトムントに所属するイングランド代表のジュード・ベリンガム選手だそうですが、皆さんはリバプールがどんな選手を補強すれば調子を取りすか。 戻せせると思いいますかかコメント欄で意見を聞かせてください今回は、リバプールの最近の不調の理由について探ってみましたが、逆にプレミアリーグで今絶好調の三笘選手の凄さについて解説している動画も出しているので、ぜひ見てみてください。というわけで、こんな底辺の僕の調子も押し上げてくれる人は、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。